では、定刻になりましたので、第10回の、計算科学技術特論 B を始めていきたいと思います。今日は、第5 MD 並列化の技術1ということで、名古屋大学の、安藤さんに講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私は名古屋大学の安藤と言います。よろしくお願いします。まず講義の趣旨ですが、分子動力学計算を例に、3次元トーラスネットワーク上での高並列対応ソフトウェアのコーディング技術を紹介します。これは例えば、K コンピューターですとか FX10 などで有効な技術です。でおそらくは、他のソフトにも、有効な技術だと、思ってまして、今日と、来週の講義内容にインスパイアされたコードを自作したり、公表した場合は文献1を引用ください。でモチラスでの実装例をもとに、並列、これは MPI、OpenMP、SIMD の効率化技術をメインに、演算の効率化技術についても紹介します。で、大事なことは、コードの詳細には、極力立ち入らずに、コーディングの概念を、説明します。で詳細は、ライセンスに同意の上、こちらの、ウェブサイトで公開しているわけなんですけれども、こちらでの、公開コードをダウンロードしてご確認いただければと思います。でこちらが、講義の全体の目次になっておりまして、本日は分子動力学法の基礎と、分子動力学計算の並列化の特性で並列化技術の位置として、データ構造の説明を行います。で本日はここまでで終わりまして、で来週に、並列化技術の2と並列化技術の3というものを説明していきます。でまず最初に、分子動力学法についての、説明に入るわけなんですけれども、MD 法では、基礎方程式というものがあります。でこれは、こちらで示しましたような、ニュートンの運動方程式になってまして、ここで、R というものが、原子の座標で、T が時間で、F というものが、原子に作用する力になっています。で、この数字 I といいますのはこの原子の、インデックスでありまして、これが1番から N 番まであります。で、この運動方程式といいますのは、数学的には、時間に対する、座標の2回乗微分方程式になってまして、これを、数値的に解いていって解くというようなことをやります。で、こちらの右下の図は、概念図を示してます。で、概念図を示してまして、各座標、質点ごとに、座標と、力が、ありまして、これを使って例えば1番の原子の運動方程式を立てるというようなことを全ての原子についてやっていきます。でこの運動方程式を、差分化して、解いてやるわけなんですけれども、MD 計算では、ベルレ法というものが使われています。でこの方法は、こちらに示しますように、この座標の、デルタプラスデルタ T とマイナスデルタ T の、テイラー展開を、考えますと、それはこの右側の式なんですけれども、これを、両辺足し合わせてやることで、この下の式が出てきます。でこれは右側は時刻 t と、t マイナスデルタ t の情報がありまして、これを使って、未来の、プラスデルタ t の座標が分かるというような差分式になっています。現在では、これをちょっと改良した、速度ベルレ法というものによる差分化が、標準的になっています。基本的な考え方はここと同じことをやっています。で下に模式図があるわけなんですけれども、ある時間 t で RIT と、FIT が分かっているとして、これを差分化して解いてやると、プラスデルタ t の座標が分かると。これが全ての原子について、分かりますので、また再びこの t たすデルタ t の時間について、差分化の式を立ててやって、次のデルタ t が分かるということを、延々と繰り返していくというような計算になっています。こちらには、その MD 計算で用いられる座標に対する境界条件を説明しています。でこれは2つありまして、左側が自由境界条件と呼ばれるもので、右側が周期境界条件と呼ばれるものです。で自由境界条件では、こちらにありますように、この真空中にこの粒子が集まったものがあって、これは孤立しているような、形を考
考える場合に使えます。で右側の宗教界条件ではこちらの黒線で囲った基本セルというものを考えまして、これがその無限まで自分自身が並んでいるというようなものを考えます。この結果この表面の効果というものがなくなりまして、バルクでの物性を議論できるようになるというような境界条件になっています。で今回はこの右側の宗教界条件についてのお話になります。本日はその古典分子領域学法についての話をするわけなんですけれども、この際には古典禁止された原子間の相互作用関数というものを考えます。でここではまだ分子という言葉はなくて、原子という言葉になっています。でこのファイというものは、書き下しますとこの右側のようないろんな項からなるわけなんですけれども、この括弧の意味というものは、以降のスライドで説明していきます。で、続けますとこのポテンシャルが与えられるとして、左下に書いてあるわけなんですけれども、この力というものはこの Ri についての変微分ですので、この黄色で示したところにこの Ri が入っているということに注目しながら、その微分をすることで力を計算してやるということになっています。で、この括弧を分類しますと、この赤色で、青色を示したところが分子内の相互作用になってまして、この赤いところが分子間の相互作用になってます。でここで初めて分子という言葉が出てきます。でこの分子内の相互作用ですけど、こちらにその、漫画が示してあるわけなんですけども、この伸縮による伸縮運動のポテンシャルですとか、この変革運動のポテンシャルですとか、この二面核周りの回転のポテンシャルですとか、このような真ん中の原子が上下とするようなインプロパー二面核と呼ばれるポテンシャルなどがあります。で左下にはこれを計算する際のコーディングのイメージが示してありまして、一番左のボンドだけ説明しますと、大外でこの K に含まれているボンドの数のループが回って、現時点でのこの B ボンド間距離というものを、IJ の座標から計算すると、これを使ってポテンシャルと力の計算をしますと。注意点としては、その I 原子、J 原子の力が出てきますので、I と J それぞれに足し込んでやるということを繰り返していきます。でアングルですとか、二面角も基本的には同じ構造なんですけど、注意としては、関与する原子の数が、アングルの場合は3つあって、二面角の場合は4つありますので、それぞれ3つ4つの力を、それぞれのところに足し込んでやるというような操作になります。次に、ノンボンデド相互作用と呼ばれるところの説明をします。でこれは2枚前のスライドで赤い点で示したところでして、これは LJ ポテンシャルというものと、クーロンポテンシャルというものからなります。で前のスライドで説明しましたように、この相互作用は、こちらに示しますこの分子間の相互作用と分子内の相互作用、それぞれを計算してやる必要があります。ここでこの分子内の相互作用の注意点としては、この化学結合でつながった1番目および2番目の隣接原子とは相互作用しないということがあります。でこれは本講義では1213ボイドと呼びます。またこの3番目の青いところの隣接原子との相互作用は因子 S で付けするということが行われています。これを14スケールと呼びます。でこの S は、LJ、クーロン別々に用意されているのが普通です。さらにこの4番目以降の隣接原子とは、通常の相互作用をするというようなことになっています。でこのコーディングイメージは、左側は分子間で、右側は分子内なんですけども、分子間は、大外でこの分子の IJ のループが回って、その内側で分子を構成する原子内のループが回って、で IJ が決まって RIJ を計算してポテンシャルを計算して、力を計算するというようなことになっています。で分子内につきましては、大外で分子の個数のループが回って IJ の原子が回りまして、 RIJ を計算するところまでは同じなんですけども、ここでこの X というものを、この相手原子が
12ボイド、123ボイドなのか、14スケールなのか、それ以外かで、まあ、分けてありまして、その上で、まあ、ファイを計算して、また仕込んでやると。で、ここで、ちょっと一点修正があるんですけども、このファイにも X をかけます。だと、まあ、力の計算をして、で、力を、まあ、X をかけながら足し込んでいくというようなことをやっていきます。このスライドでは、まあ、LJS 誤作用特有の、まあ、処理を説明しています。LJS 誤作用っていうものは、まあ、こちらの実践で示されるような、まあ、関数形になるわけなんですけども、これはその距離が増すごとに、まあ、急速に、まあ、ゼロに減衰していきまして、まあ、ある、まあ、カットオフ半径というものを、まあ、定義したとして、それより外側はもう相互作用しないというようにして、まあ、計算量を減らすというようなことが行われています。で、これを、まあ、カットオフと言います。まあ、プログラム的には、この R が R カットよりも小さければ、そのままにしておいて、それ以外では0にするか、まあ、計算しないというようなことを行っています。でこちらには、まあ、LJS 相互作用のカットオフの、まあ、概念図を示してまして、この真ん中にいるのが注目している I 原子で、その周りにこのように、まあ、J 原子がいるわけなんですけども、その中には分子内のものもいれば、まあ、分子間のものもいると。まあ、その上で、このカットオフ半径をまあ定義してやると、まあ、こちらの点線で示したものが、まあ、その LJS 誤作用を計算しない別の分子内原子で、こちらの緑の点線で示したものは、LJS 誤作用を計算しない同一分子内の原子になります。左側のまあコーディングイメージがありますけれども、ここに RIJ を計算した直後に、このカットオフの判定を入れてやるというようなことをしてやります。で次に、まあ、空論相互作用の方なんですけれども、こちらは先ほどとは、まあ、様相が違ってきまして、まあ、この実践がその R 分の1の関数を示しているわけなんですけれども、この関数はその R に対して非常にゆっくりと減衰していくような関数でして、まあ、この現実的なカットオフ半径を設けたとしても、まあ、そこでもまだ値がその値もそうですし傾きもまあゼロではないというような関数になっています。そのためにここで無理やりカットオフしてしまうと、まあ、計算の結果にまあ大きな影響が出るというような厄介な関数になっています。そのためにこのカットオフしない空論相互作用の計算法というものが、まあ、昔から提案されてきてまして、これが、まあ、自由境界条件下のものと、まあ、周期境界条件下のもので、まあ、これらのようなものがあります。自由境界条件下では、まあ、すべての IJ 原子をまともに計算するということで、まあ、この問題が解決されるんですけれども、計算量が非常に多いために、例えば、まあ、多重極点解法ですとか、まあ、高速多重極点解法、FMM というものが考えられています。で、周期境界条件下では、まあ、古くからエヴァルド法というものが使われてきてまして、まあ、これを改良したパーティクルメッシュエヴァルド法ですとか、上のまあ FMM に多重極子のエヴァルド法というものを加えた方法が提案されています。で今回の講義では、この一番下のケースの並列化を説明していきます。で FMM ですが、まあ、方法論の詳細は、この CMSI 計算機獲得論 A の12回、13回で、まあ、吉井先生の方から説明がありましたので、まあ、そちらをご参照ください。で今回の講義では、まあ、3枚のスライドで簡単に FMM を説明します。で FMM では、まあ、この右に示しますように、まあ、階層的に、まあ、基本セルを分割します。まあ、ただし本講義では、まあ、簡単のために、まあ、基本セルは立方一辺 L の立方体を、まあ、仮定しまして、まあ、各辺を、まあ、2の N 乗階に、まあ、かつ等分割するというようなことを前提にします。また、まあ、説明の都合上、まあ、レベル、まあ、階層の数え方を、まあ、特論 A のものとは逆に、まあ、していますので、まあ、注意してください。で右側にその分割の、まあ、例を示してまして、この大外のこの茶色のラインが基本セルでして、まあ、これを二分割したものが黄色のところで、さらに二分割したのが水色のところで、さらにもう一回分割したのが青です。で最終的にこの一番ちっちゃなこの黒いセルになります。でここでまあ用語の定義をしたいんですけども、サブセルというものをこのレベル0の一番小さな分割セルとします。これは一辺スモール L でして、これは2の N 乗分の L の大きさになります。その一方で、まあ、スーパーセルというものを定義するわけなんですけども、
これはレベル M での分割セルのことをこう定義します。一辺長さは L×2 の M 乗になります。 K にはこの合計3の N 乗このサブセルとサブセルがありまして、レベル M には8の2の 2-M 乗このスーパーセルがあることになります。でこちらには、まあ、FMM の、まあ、主要な3つの演算を模式的に示しています。この3つといいますのは、1つが M2M と呼ばれるもので、1つが M2L、 最後は L2L と呼ばれるものです。この M2M と呼ばれるものは、このサブセル、最下層のセルでこの点電荷を、まあ、多重極紙に、まあ、焼き直しているわけなんですけれども、まあ、それを、まあ、2次元のケースでは4つまとめて1つ上の大きさのセルの真ん中に移しているわけなんですけれども、この際にこの展開の中心を移すということが必要になってきまして、まあ、その上で足し合わせるという操作が必要なんですけれども、まあ、これを M2M と言います。まあ、その上でここの展開中心に多極紙ができてまして、それがこの非相互作用点に作る場を、まあ、局所展開という形で、まあ、計算してやるわけなんですけれども、その局所展開のための係数というものを計算するのがこの M2L と呼ばれるものです。でこの M2L はここに書いてありますけれども、この M2L というこの変換行列と多極紙を掛け算するような行列掛けベクトルのような単純な演算になっています。で最後の L2L はこちらの中心で局所展開されたものをこの一層下のセルの別の中心で展開しなければいけないわけなんですけれども、その展開中心を移動するという操作と、このさらに上から降りてきたあの L2L の、まあ係数を足し合わせるというようなものを全体を、まあ、L2L と言います。まあ、そして、まあ、計算のホットスポットとしましては、この局所展開係数の計算という M2L が、まあ、ホットスポットになっています。で、まあ、説明が前後しますけれども、この多極紙は、まあ、倍精度のまあ、複素数で宣言されてまして、まあ、WM0、WM1 などと書いてあります。で局所展開係数は、まあ、ローカルという意味で WL0、WL1 と書いています。でこの WM0 といいますのは、こちらの一つ目のディメンジョンがその展開、まあ、この項の数に相当するような、まあ、ディメンジョンでして、この2×2というのはこのセルの数になります。一層 A になりますと、この要素数は同じなままに、この 2×2 だったのが 1×1 になります。3次元ではここがもう一つ次元が増えて、1×1×1 というようなふうにして、配列を用意してあります。で局所展開係数も、まあ、形は全く同じになってまして、まあ、上の層では 1×1 だったのが、まあ、下の層では 2×2 のディメンジョンになります。最後にその相互作用計算の要点をまとめてますけれども、このレベル0、最下層ではこの近接サブセルに含まれる点電荷と粒子粒子相互作用を計算します。これはこちらにこの青い点が自分の原子だとして、この赤い領域とは普通の意味での R 分の919タイプの相互作用計算を行います。これが FMM のもう一つのホットスポットになっています。レベル0では、まあ、それ以外にもこのサブセル A との M2L の、まあ、計算を行っています。さらに、まあ、上から降りてきた、まあ、局所展開係数をすべて含んだ形で、まあ、点電荷への、まあ、局所展開という操作を、まあ、レベル0では行っています。で一つ上のレベル1では、このここで B と書いてある、まあ、スーパーセル B との M2L 相互作用を計算して、 L2L 計算をして、1個下のレベル0のセルの方へ、展開係数を送ってやります。でこれを、まあ、異例を構造的に、まあ、繰り返していきまして、まあ、最も上のレベルでは多重極紙が、まあ、基本セル内に1つだけあるんですけども、まあ、それに対してエバラード法をして、その効果を L2L 計算で下に落としてやるというようなことをやってます。まあ、このような、まあ、異例構造によって、まあ、周期解条件下では、まあ、各レベル、あ、すいません、875個のスーパーセルとの M2L 計算が必要になってきます。以上で MD 計算の基礎を終わりまして、ここからは MD 計算の並列化特性についての説明になります。
こちらには典型的な MD 計算の処理フローを示してまして、最初にインプットがありまして、座標インプットされた座標からポテンシャル力ビリアルの計算を行います。ここでは分子内力と分子間力の流出位の部分と分子間力の FMM の部分というふうに分かれています。先ほど説明しましたように、この2箇所にホットスポットがありまして、ここで総演算量の9割以上を使っています。で、力が出てきましたら、座標速度の更新を行いまして、でその時刻での K の力学量や熱力学量の計算をして、必要であれば出力すると。これが終わりましたら、この上から2番目に戻ってきてということを、延々と繰り返していくような計算になっています。で、最終的に、リスタート用の座標や速度を出力するということです。で、MD 計算ではこの部分を MPI 並列化してやります。もちろんその入力とか出力も MPI 並列化はできるわけなんですけども、そこはメインではありませんので、今回はこちらの部分の並列化のお話をします。まず最初に最も基本的な並列化のお話をしたいわけなんですけども、左上には運動定式が書いてあるわけなんですけども、これはある時刻を見れば i ごとに独立な演算になっています。これの粒度は原数 n です。これをコーディングするときにはこちらのような形で書くわけなんですけども、まずポテンシャルを計算して、力を計算して、座標速度を更新して、諸々の量を計算すると。ただし、ちょっと書き忘れましたけども、あくまでこれは非常に単純化したコードでして、実際はこの i についてのループは、意味のある部分ごとに閉じています。で、右側がその計算のイメージでして、i 原子があって、周りの j 原子との相互作用を計算していくというようなものになっています。で、最も簡単な MPI 並列化を考えますと、こちらの左のようになります。これはその i 原子をプロセスごとに飛ばして、各プロセスは N 分の N プロセス程度の原子を受け持って計算していくというような並列化になります。で、ここでバリアを入れているのは、ある時刻で全部の原子、すべての原子の力を計算するまで待つという意味です。で、ちょっと説明が前後しましたけど、この my rank というのは MPI のプロセスの番号でして、これは0始まりになっています。N プロックスというのは MPI のプロセスになります。で、こちらの並列化をした時の、イメージというものは右のようになってまして、この赤い丸がこの自分のランクが持っている原子なんですけど、この空間的にこう飛び飛びにアクセスするような状態になってまして、これはその、プロセスが少ない時には特に問題ではないんですけども、プロセスが大きくなってくると、並列化の効率が出ないという問題があります。そのために、空間ドメイン分割による MPI 並列化というものを行います。これはまず最初にこの基本セルを各辺に沿って分割してやります。この結果このサブセルというものが定義されまして、このサブセルを複数のサブセルをこの各プロセスに均等に割り当ててあります。例えばこの例では、ここのエリアが、マイランクに割り当てられています。その上で、このマイランクの所持するサブセル内原子と、近傍のアザーランクスの、所持するサブセル内原子との間で、相互作用計算を、計算してやります。ただしこれはあくまでカットオフなどを用いた場合でして、遠距離力を含む場合は、より複雑な、ことを考えないといけません。で、この左下には、コーディングイメージを示してますけども、まず、この自分のランクが持っているアイセルについてのループを回して、それに対して、相互作用の可能性のある JSL のリストを回して、その中で、IJ 原子を回して、ポテンシャルと力を計算するというようなことをやります。ただし、ここにまた注意を書きましたけども、実際はこのアイセルのループは、その都度と閉じてまして、これはあくまで簡単なコーディングイメージになります。一つ注意点としましては、こちらの点線で示したところというのは、作用反作用の原理によって、
まあ、覗くことができます。まあ、ただし本講義では、まあ、簡単のためにこの元のこの青いこの全て入っているようなものをベースにして説明していきます。でこの、まあ、空間ドメイン分割による MPI 並列化というものは、まあ、このノードの形状と、まあ、プロセス形状と一致させるということを前提に、まあ、トーラスネットワークとの相性が非常に良い並列化の方法になります。この左上にはこのトーラスネットワークの模式図を示してまして、この計算機がこのようにグリッド上に並んでいて、その間を通信のケーブルが結んでいるというものをトーラスネットワークと言います。こちらの赤いところを例えばここに割り当てて、青いところをこのように割り当てれば、この計算機の並びとこのプロセスの並びが一致していますので、例えばそのこの青いところを持ってきたいときにはその近隣とだけ通信すればいいというようなことが分かりやすくて、まあ、通信量や通信回数も減らせるというような関係になっています。で、まあ、並列化特性3番ということで、まあ、通信のパターンについての説明を行いたいと思います。で通信にはここで示しましたような、まあ、4つの通信が入ってきまして、まあ、1つ目がこの分子化内力の計算の前の、まあ、通信です。で2つ目がこの超距離力の前の通信になります。で3つ目が、まあ、座標を更新された後の、まあ、通信でして、4つ目がこの K 全体の量を計算するための、まあ、通信になります。でそれぞれを、まあ、これから説明していきます。で1つ目はこの分子内力や、まあ、分子間力の、まあ、短距離パートの計算に必要な相手の原子座標を、まあ、通信を得るための通信になります。この右側には、まあ、その模式図を示しまして、この赤いところが、まあ、自分のランカーを所持しているところで、この青い部分が計算対象の原子を含むセルになります。まあ、特徴としましては、まあ、近隣のプロセスのみ、まあ、通信するということと、まあ、データサイズは、まあ、非常に小さいというものがあります。例えば40原子パーサブセルではだいたい1キロバイトパーサブセル程度のデータしか、まあ、通信には必要ありません。従いまして、まあ、こちらの青いところで示したのが、まあ、この通信丸1で必要な、通信丸1で、まあ、データ通信が必要になってくるようなアザーランクスの範囲になります。で、まあ、注意点としましては、この、まあ、カットオフ半径との兼ね合いから、まあ、このカットオフ半径が N 倍の L よりも小さくなければいけないというような制約があります。まあ、今回の講義では、まあ、簡単のため N イコール2としますが、この N というものは、まあ、任意に決めることができます。でもう一つ注意点としましては、この分子内の結合原子、まあ、特にダイヘドラルの原子をこの通信の範囲内に収めなければいけないというようなことに、まあ、注意する必要があります。まあ、これはつまりこの緑の原子がはみ出してしまうと、この二面角の計算をしに行ったときに、この原子の座標が送られてきていないということになってしまうので、まあ、計算できなくなるということに、まあ、注意するということです。で最後の注意点としましては、まあ、周境界条件による折り返しというものがあります。でこの黒い線が、まあ、基本セルとイメージセルの境を表しているわけなんですけれども、例えばここにある場合には、座標とあのプロセスの番号について、この周境界条件による折り返しを、まあ、考慮した上で、まあ、コーディングしなければならないというところに注意があります。で次にこの通信の2番目についての説明になります。でこれは、まあ、多極子の情報の、まあ、通信でして、M2M という演算では、まあ、周辺8個の、まあ、スーパーセルの、まあ、多極子の情報が必要だということで、まあ、これを通信しなければならないと。で M2L では、まあ、先ほど説明しましたけれども、まあ、周辺875個のスーパーセルの情報が必要ということで、まあ、これも通信しなければならないというようなものです。で、まあ、特徴としましては、この通信の対象のランク範囲が、まあ、回数ごと異なると、まあ、いうことです。これは、まあ、上位階層ほど遠方になってきます。まあ、データサイズというものは、NMAX というのはちょっと説明しませんでしたけども、これは、まあ、展開の次数を示してまして、まあ、これが4の場合には、例えば 0.4KB パースーパーセル程度でして、まあ、回数ごと、まあ、320KB ぐらいの、データ転送量になります。で右の図は、まあ、レベル0での例を示してますけども、この緑のところがその今注目しているセルで、赤いところが
自身のランクになります。M2 のためには、この水色のところのセルの情報が必要なんですけれども、この場合は全て収まってますので、データ通信は必要ないと。一方で、この M2L を考えると、この緑のセルに対して、この黄色の領域が必要になってきます。ただしここで注意が、このプロセスの中での注目しているセルの位置というものがありまして、これがその今00、相対位置で00にあったとして、これが10に移ると、この黄色の範囲が少しずれますと。これが0111と移ると、このようにずれていきますので、これらを全て考慮するためには、この青いところの情報を持ってくる必要があります。これがそのデータ通信が必要なアザーランクスの範囲になります。以上がレベル0の話でして、これが1階層上がってレベル1になってくると、少し通信パターンが変わってきます。例えば、この M2L の対象のセルが、この緑のセルになりますと、マイランクの外のここに、このマイランクの外に、入ってきます。で、さらにこの M2L を考えると、このイメージセルまではみ出したような、この範囲が必要になってきます。そのために、このデータ通信というものは、この青い範囲、青いランクとの間で必要になってきます。しかしながら、この一つ注意点がありまして、これは、ここにも書きましたけど、上位階層になってくると、この各軸ごとに、このランクの参照範囲が異なってくるということに注意が必要になってきます。で、右の例では、ここにマイランクがあったとしますけれども、その場合には、この X 方向にはマイナス方向に5、プラス方向に4必要なんですけれども、Y 方向を見ると、このマイナス方向に4、プラス方向に5必要ということで、この X 軸と Y 軸で、このランクの参照範囲が異なるということが起きてきます。で、この赤いところが、上に上がったりとか左に上がったりとか、さらに下がったりとかすると、このランクの参照範囲がそれぞれ異なるということに注意が必要です。さらに、その座標の場合と同じように、この周境界条件による折り返しというものを考慮して、通信をしなければなりません。次、3番目の通信ですけれども、これは、運動方程式の数値積分の結果、原子が移動します。で、これを各プロセスに再帰属する必要があって、これを行うための座標の通信になります。特徴としましては、この再近接の26プロセスと通信する必要があること、またデータサイズは非常に小さいですが、非常に複雑な通信になるということがあります。特にこのマイランクから出ていく粒子とマイランクに入ってくる粒子の両方があるということに注意が必要です。さらに注意点としましては、この XYZ 方向に沿って動く粒子だけじゃなくて、例えばこの例ですとか、この例みたいに斜め方向に移動する粒子もいるということに注意してコーディングしなければなりません。さらに、他と同様に、周期境界条件による折り返しというものがありまして、これは座標とプロセス、番号、両方について、この折り返しというものを考えてコーディングする必要があります。で、最後の通信4ですが、これは K 全体での量、例えばハミルトニアンや温度や圧力などを計算するための通信になります。特徴としましては、データサイズはリアル8の1変数程度でして、しかしながら全プロセス間で相場を取る必要があるような通信になります。で、例えば運動エネルギーですと、これが運動エネルギーの総量なんですけども、これをプログラム中ではこのプロセスごとの合計をさらにプロセス間で合計するというようなことをしてやります。で、下には MP All Reduce という関数を使った場合にこうかけますというようなサンプルコードが示してあります。で、この通信の特徴はこちらのようなんですけれども、この通信というものは、このハードウェアに付属の機能で、を利用することで、
まあ、高速化することができる場合があります。まあ、例えば、まあ、K だとこの TBI という機能がついてまして、この TBI という機能を使うと、まあ、1万ノード規模になってもこのリデュース演算が、まあ、10マイクロ秒で終わるということが、まあ、こちらの文献に示されてまして、で我々はこれを、まあ、積極的に使って、この種の通信をやっています。注意点としましては、この、まあ、ランク間での二重カウントというものがあります。これが特にポテンシャルエネルギーやビリアルを計算する際に、まあ、注意をする必要があります。まあ、二重カウントといいますのは、このポテンシャル、この対ポテンシャルを仮定したときにはこの対ごとに1回だけ、まあ、計算するわけなんですけども、このランク間でまたいでるときに間違ってこの2回計算してしまうというものを、まあ、二重カウントといいまして、まあ、これをしないように慎重にコーディングしてやる必要があります。で以上でこの MD 法と MD 法の並列化特性についての説明を終わりまして、並列化技術の一つとしてデータ構造についての説明をしていきます。でまず、まあ、データ構造ですが、まあ、我々の経験から言いますと、まあ、これはその MPI の並列性能および演算性能にまあ直結する、まあ、非常に大事なものです。で MD 計算のようにこの1サイクルあたりの経過時間が、まあ、マイクロセックもしくはそれ以下というような場合には、まあ、特に重要になってきます。でシステムがまあ大規模化したり、まあ、複雑化する、まあ、将来、まあ、MD 以外のアプリによらず、まあ、重要になってくるのではと、まあ、考えています。で下には、まあ、通信の模式図を示していますけれども、左にあるのがノード A で右がノード B になります。でこのノード A のこのメモリ上にあったデータをこの通信用のバッファにコピーしてやって、かつそれを通信しやすいように荷造りしてやるということを普通はやります。まあ、その結果を、まあ、その詰められたデータを転送して、転送先でバッファを、まあ、二ほどきして、で元々このメモリにまたコピーしてやるというようなことを、まあ、普通はやるわけなんですけれども、この荷造りコピーですとか二ほどきコピーというものが非常にその並列化性能に関係してきまして、これらを最小限にとどめるようなデータ構造を用意する必要があります。で、まあ、理想としましては、まあ、プログラムを書く前に、並列プログラムを書く前に、まあ、ネットワーク構造に最適なデータ構造を、まあ、考案した上で、まあ、コーディングできれば、まあ、いいわけなんですけども、まあ、現実には、まあ、途中で、まあ、この手の問題に直面して、まあ、今あるプログラムを、まあ、全部一から書き直すというような目に遭います。で、まあ、我々も、まあ、これに漏れず、この現実に今直面して、まあ、半年ぐらいかけて、まあ、プログラムを全部書き直したという経験をしました。で、このデータ構造の、まあ、例の1番目として、座位表を考えていきます。で、左側がそのオリジナルの配列でして、これが、まあ、原数 N で切ってあるようなものです。で、これを、まあ、MPI プロセスによって、まあ、分割してやったのが、まあ、右のようになってまして、これは、大体その長さが N 分の N プロックスぐらいのオーダーでして、それが N プロックスコアあるようなデータ構造になっています。まあ、ただし今注意ですが、実際にはまあこれ今 X しかないですけども、実際には XYZ3 つありますので、3カンマ N といったふうに切ってあります。でさらにこのデータの格納する場所なんですけども、普通はこのように頭詰めしてマイランクの持っているデータを詰めていきます。で、この際にその転送されてきた、まあ、座標データの格納形態を、まあ、模式的に示したのがこの図になっています。で、このトランクが、まあ、そのアザーランクスからの受信データなんですけども、まあ、これを二ほどき案とコピーをして、この配列に頭詰めをしながら、まあ、詰めてやるといったようなことをして、まあ、この後演算部に入っていくというようなことを普通は考えます。まあ、しかしながら、まあ、このようにやってしまうと、この二ほどきコピーが、まあ、あらわに入ってきてますので、問題が起きるというようなことになっています。で、これを、まあ、回避するために、まあ、我々がその新しく考案したのが、まあ、こちらのようなデータ構造になってまして、まあ、これを我々はそのメタデータ構造と呼んでます。で、メタデータというのは、その情報学の言葉でして、まあ、あるデータのための情報を持ったデータという意味。なんですけれども、まあ、ここでは、まあ、あるデータというのが、まあ、原子座標になってまして、情報というのが、
この原子の所属するサブセルの相対的な空間配置になります。こちらには、そのどういう配列をアロケートしたかということが書いてあるわけなんですけれども、このメタデータ構造の配列に加えて、このメタデータを管理するための配列というものを、新たに作ってあります。ここは、この説明は後で出てきますけれども、このタグと NA パーセルというものを、この軸値のサブセル数、このディメンションを切っていることで定義します。ここでは2次元の例ですけど、実際には3次元の場合には、この要素は3つになります。こちらには、このデータ構造を、XY 平面上に今展開した場合の模式図が示してあります。この XY 平面上でのサブセルの相対配置のことが、これがメタデータになります。この XY というのがこのセルの番地になってまして、こちらのように二次元的に配置されているような配置になります。で、この一次元上で見たときに、このマイランクの所持データというのはこの真ん中にあったわけなんですけれども、この二次元的に見ると、この中央のセルに入っているというような格納形態になっています。このような格納形態の上で、このメタデータ管理配列をどう使うかといいますと、このタグというのは、このサブセルの先頭の原子番号が収められているような配列になっています。で一方で、この NA パーセルというのは、このサブセルの格納、サブセル内に格納されている原数を示すような配列になっています。でこれを使って、そのマイランクの所持データにどうアクセスするかということなんですけれども、タグの3の3から、このタグ3、3足す NA パーセルの3カンマ3引く1の範囲に、マイランクのデータがあるということが、このタグと NA パーセルを使うと決めることができます。それを模式的に書いたのがこちらの図になってまして、タグっていうのはその荷物の荷札みたいなものなんですけども、この先頭にタグがついてて、そこから何個先までデータが詰まっているという情報が、この NA パーセルというものに収められています。でこのデータ構造の上で、この転送された座標のデータがどう格納されるかというのをこれから説明していきますけれども、まず、この X 方向の転送によって、この二次元的に見て、この次セルの左側と右側に、それぞれ右詰め、左詰めでデータが送られてきます。この時には、荷造りとコピー、および荷ほどきとコピーが最小限発生するわけなんですけども、これはちょっと避けられないコピーになります。で、このようなデータ転送が全てのランクにおいて発生した状態になったとして、その上で次にこの Y 軸方向に転送しているということを考えます。この時には、詳細は次週説明しますけども、この荷造り&コピーや荷ほどき&コピーが全くないような方式で転送することができまして、その結果、こちらの領域に座標データが転送されてきます。で、この時には、今回説明してないですけど、このタグと NA パーセルについても同じように転送されてきてまして、これを使うと、右側の転送された帯のデータに対して、こちらのような指定をすることでアクセスすることができるようになります。一番下のこの緑の帯を見てみますと、タグの11からタグの51足す NA パーセルの5カンマ1引く1というのを指定してやることで、この先頭からこの最後のケツのところまでにのデータに対してアクセスすることができるようになっています。で、これは連続アクセスになってまして、例えば40原子パーサブセルで、これ5個のサブセルがあったとすると、200原子ぐらい詰まるわけなんですけども、これがデータで言うと大体5キロバイトぐらいになって、これは K コンピュータで L1 キャッシュが32キロバイトなんですけども、これに十分乗って、かつ、SIM度並列にも十分な長さを確保していることになります。でかつこれは連続アクセスですので、非常に演算がしやすいようなデータの構造になっています。以上が座標の説明でして、次に多極紙のデータ構造の説明をしていきます。多極紙のデータ構造は、下位階層と上位階層で微妙に違ってくるわけなんですけれども、まず下位階層の多極紙のデータ構造の説明をします。ここで下位のという言葉の定義ですが、これはそのプロセスの分割数が
まあ、数パーセルの分割数よりも小さい場合に、まあ、解という言葉を定義します。で左側がそのオリジナルの配列の、まあ、模式図になってまして、これをプロセスに分割すると、例えばこの領域のデータだけをマイランクが持つというようなことになります。でこのデータに対して演算をするわけなんですけれども、その時にこの M2L と M2M と M2L それを行うためには、この青い領域のデータ、他のランクのデータが必要になってきます。でこれを考えまして、まずこの配列を、まあ、局所化するということを考えます。でさらにこの現在はデータが入っていないんですけども、まあ、将来的に入ってくることを見越してこの袖棒を つけて局所化してやります。でこの場合にはこのように、10カンマ10の配列を切ってやります。この10といいますのは、まあ、X 方向に例えばこの場合はマイナス4プラス4の袖棒がついていて、まあ、自身が2持ってますのでこれが10になります。で Y 方向にも同じように、まあ、10の要素を持てるように配列を切って入れます。最初のコロンといいますのは、これは多極子の展開の項の個数でして、これはその Nmax というものが決まれば自動的に決まる 量になります。で以上のように、まあ、データ構造を作った上で、まあ、どうデータにアクセスするかということなんですけれども、例えばこのマイランクに生じされているデータというものは、こちらのようにこの最後の2つの成分を指定してやることでアクセスすることができます。まあ、ここで注意ですが、まあ、この多極子にはもともとこのスーパーセルの相対配置の情報がこの部分に含まれているために、まあ、そのメタデータの管理配列というものを新たに定義する必要はありません。したがって、まあ、この厳密にはこれはメタデータ構造ではないんですが、意味的には先ほどの座標のメタデータ構造と同じようなデータ構造になっています。でその上で、まあ、データの転送をしてやるわけなんですけれども、同じようにこの XY 軸方向の転送というものを考えます。でこの際にはその先ほどの原子の場合とは違いまして、各セルごとのデータの個数というものが均一になってますので、この X 方向の転送の際にこの荷造りコピーとか荷ほどきコピーをする必要がなくなりまして、さらに Y 方向というものはもともと必要ありませんので、全ての通信においてこの荷造りコピーと荷ほどきコピーをしなくていいようなデータ構造になっています。で転送されてきた結果、このようにこのような色の部分にデータが詰まるわけなんですけれども、ここにアクセスする際には、次のように指定していれば、アクセスすることができます。これはその原理的にはこの先頭から最後まで全ての範囲に連続アクセスすることができるようなデータ構造になってまして、演算する際に性能が出やすいような演算構造になっています。以上がその階層の多極子の場合なんですけれども、これからはその上位階層の多極子の場合についての説明を行っていきます。この上位という言葉の定義なんですけれども、これがプロセスの分割数が数パーセルの分割数よりも大きいか同じの時に上位であるということを言葉として定義します。左がオリジナル配列でして、右がプロセスに分割した結果になります。この領域を持っているということで、これがプロセス分割数がこっちの軸の方向に8で、同じく数パーセントの分割数も8であるような状況になります。この場合にはこの M2M 演算と、M2L 演算でそれぞれこちらの色付けしたような領域が必要になってきます。そのために先ほどと同じようにこの配列を袖部付きで局所化してやるというようなことを行います。その結果こちらのように10カンマ10で宣言するわけなんですけれども、この時の注意がこの袖部の値というものがこの核軸方向に違うということでして、このケースには X 方向は 5+自身の1+4、 Y 方向は 5+自身の1+4 というふうに配列の範囲を定義してやります。
その上で、マイランクが処理するデータに対しては、6,6 でアクセスするというようなことをやります。次に、この Y 方向にマイナス1と N プロセスを考えた場合には、この、さっきのスライドで説明しましたように、このランクのこの参照範囲が変わってくるということで、この10,10というところの要素数は同じなんですけども、その意味が違ってきまして、X 方向は 5+1+4 ということで同じなんですけども、Y 方向では 4+1+5 ということで、前ランクの配度場所というものが微妙にずれてくるというようなことを注意しながら、この配列を局所化して宣言している必要があります。で、上位階層では、この種の問題が全ての階層で、かつその全てのプロセスについて起こってきまして、それを、全て間違いないように、きちんと、アロケートするというところに、難しさが出てきます。以上で、今回の講義は終わるわけなんですけれども、まとめとしましては、分子内相互作用と、分子間ノンボンド相互作用の計算及び、FMM を用いた空洞相互作用の計算を含む MD 計算について、その並列化特性を解説しました。で、MPI 並列性能及び、演算性能を向上させるようなデータ構造について、座標及び多極子、下位上位階層別に解説しました。次回は、このデータ構造をもとにした、3次元トーラスネットワーク上での MPI 並列化技術及び、OpenMP シムド並列化技術を具体的に説明していきます。で、ちょっと時間が余ってしまいましたので、次の講義の目次だけ示していますけれども、MPI の並列化技術としては、これは特にその3次元のトーラスネットワークに最適化したものでして、1つ目は通信が衝突することを回避するようなコーディングということです。また、その今説明しましたような、このメタデータ構造を活かしまして、通信前後での配列間のコピーを消去するようなコーディングというものを説明をします。でさらに、これはそのトーラスネットワークに特有ではないんですけども、通信を演算によって代替するというようなことが行われてまして、これを説明していきます。でこれはその、現在のマシンというものは、そのノードあたりの演算性能は、すごい高いわけなんですので、その通信する代わりに、その演算で済ましてしまおうという思想で、それを具体的にどうやっていったのかということを説明します。で次、この並列化技術の3というところでは、演算効率化の前提として、データの連続化をどうしたかですとか、ブロッカーという技術によって、どうキャッシュを有効利用していったかということを、例を挙げて説明していきます。次に、OpenMP の、すみません。次に、OpenMP の並列化ですけれども、これは例えば、スレッド間のロードインバランスを M2L の演算についてどう調整したかですとか、スレッド並列前後処理の削減をどうしたかというようなことを説明していきます。で、シムド並列化では、これはその一般的な話なんですけども、非分をどう削除していったかとか、ベクトル値をどう確保したかというようなことを説明していく予定です。以上で終わります。はい、ありがとうございました。では、時間はまだまだありますので、質疑応答に入っていきたいと思います。